2015年クリスマスイブ、皆さんはどんな風に過ごしましたか？子供たちにとって夢のひととき。後で会うんだろう。その一方で子供たちだけのケーキ作り。じゃあ交代順番な。どいて、はい、じゃあ、はい、ご一緒にいただきます。ここ大阪市西成区の子ども食堂では、 NPO 法人が国の助成金や寄付により週に2回子どもたちに無料で夕食を振る舞っています。おいしいです。なかなかやっぱご飯が食べられなくて、このここの食堂を、まあ、一食っていう風に思って来る子もいてるので。日本では今6人に1人の子供が貧困状態にあります。その数実に300万人。おいやら、おそんなんで金渡すかねえや。子供の貧困を招いているのはその子供を育てる親の貧困です。ダメだってマジでもう。いい、出すで。貧困のもとで立ち行かなくなる子育て。救うには何が必要か。親の姿を見つめ、解決の糸口を考えます。大阪市西成区に住む大橋さん一家。5歳の長女と2歳の次女、ママのまなみさんが一人で育てています。ママ好き？ありがとう。シングルマザーの朝は大忙しです。大変ですね、雨の日までね。もう本当に濡れてるから、どんな日も自転車で。二人を保育園に届けます。仕事始まってから、すごい充実はしてるんですけど、家事と両立が全然できなくて、子供たちのパパはそれぞれ違います。二人とも行方知れずになっているので養育費はもらえません。まなみさんは工業部品を作る工場で働き始めたばかり。パートで月収は7万円。これだけでは生計が立てられないので生活保護を受給しています。お家広くごめんね、広くなくて。持っていけろ。怖い。いけるかな。夕食は週に2回一家揃って子ども食堂でお腹を満たします。自身も生活保護家庭で育ったというまなみさん、人付き合いも苦手で小学生の時にはいじめにも遭いました。19歳で次女を出産した後はパートナーとの関係もこじれ、一時は精神科に通うほど追い詰められました。何回も死のうとはしたんですけど、そう、死ねない、怖くて死ねない自分に対してすごいこう腹が立ったりとか、この子がいるから生きてこれたっていうのもあるんですけど、逆に私といるから幸せなのかなっていう不安はあります。逆に今一人親世帯の半数以上が貧困状態にあり問題視されています。しかし実は貧困家庭全体で見ると両親がいる世帯の方が一人親世帯よりも圧倒的に多いのです。
一見分かりづらい貧困の現場、リアルな日々に迫りました。じゃあゆあちゃん農業せないさ。去年の夏、ある家族に出会いました。大阪府内に住む山下さん一家、ママは二十歳です。あ、かわいかった。こちらは2歳になる長女のゆなちゃん。うん、子供はかわいい。あ、かわいいですね。どんな時にそう思います？かわいいなって。え、ママって言った時とかに思いますね。ゆなちゃんはママのことが大好き。イエーイ。ただいま。夜8時、はい、パパが帰ってきました。イエーイ。生活はまあまあ普通になんとか飯食ってやっていけるかなっていうぐらいで。パパは言うんです。はい、シューシュー、シューシュー、そうじゃないわ。仲のいい家族の中でゆなちゃんが育っていました。ママは高校2年生の時に出会い系サイトでパパと知り合い、17歳でゆなちゃんを妊娠。高校中退、家を飛び出し福井から大阪にやってきました。親に言えず、まあ、産んでしまって、まあ、可愛いからいいかと思って育ててるんですよ。うん、ああ、そっかそっか。はい、どうぞ。ありがとう。美容師になる夢を今は封印して、子育てに家事にと頑張っていました。パパは寝不足の先に、給料は日払いで不安定なものの、うまくいけば月収は25万円ほどに。ところが2年前夫婦でコツコツ貯めていこうと誓った17万円の貯金は、めっちゃくちゃ使われてるんですよね。結局はもう1114円しかないんですよ。6日から、まあ、1万6万いくらあるなと計算してて、でも3万とかしか持って帰った。いくらかの入れかいくらもらえるか全く分かんないんですよね。はい、手持ちの全財産は7000円でした。一家3人が住む部屋の家賃は3万円。お風呂にシャワーはなく、トイレは汲み取り式です。ママもアルバイトを探しますが、子育てしながらの食探しは難航していました。おはよう。ただいま。貧しい家庭に育ったパパには実は昔から借金が。やっぱりもし、まあ、何かあってお金をパパパって使うこととかあったら、まあ、またちょっと借りてとか。最大どれぐらいあった時とかあった？もう最大の時は50万ぐらい。50万ぐらい。どこ行ったの？返していってよ。昔やんけ。50万何に借りたの？まあ女やったりこんなんやったりじゃん。ね、生きる術や。なんか口ではいくらいくらって言うけど、もういつまでたってもなんか借金ある借金あるっつって、うん、なんか減っていかないんですよ。金銭面で将来の見通しが立たないのはママにとって大きなストレスに。買い物に行っても手に取るのは野菜の見切り品。余分なものは買えません。この日の昼ご飯は具のないうどんです。
算します。この駒だけでも1個なんと10万円。その上ガス代や水道代など光熱費も滞納。いつ止められるかわからない不安な日々が続いています。生活費の中からやったらなかなかおもちゃとかって買ってあげられへん。電気水道ガスとかそういう支払いを心配やから、なんかその買ってあげるその余裕の心、そういうのがないんですよ。実は夫妻にはもう一人娘がいます。今は育てる余裕がないと乳児院に預けていて、会いに行くのは一月に一回ほどです。やっぱりね、子供は一緒にほんまは住んどきたいんやけどね。いや4人で暮らすなりそう、うん、自分の子供やからね。やっぱり成長を見られへんかったらちょっと寂しいかなと思う。そんなパパの言葉もママには届きません。旦那によると1ヶ月でなんか1万5000円やったら生活できるとか言うんですか。無理やろみたいな。いちいちそんな考えてたら頭がおかしくなりそうなんで、はい、季節が秋に近づくにつれ夫婦喧嘩が増えるようになっていました。どこやねん。あるやろ、そうじゃん。お前、冷たいの、お前。あそこにあるやろ。何してんねん、お前、いつもよ。氷入れてきたらいいやん、自分で。冷やせや、お前。氷よ。お冷蔵庫、お前、線ちぎってまうぞ、お前、ハサミで。氷やろ。もうちぎったるわ。だって、氷やろって、氷入れろ、みんなは。もうそんなんやったら金渡すと思ってんやろ。あおちゃんか。これ。ママママ寝てないわ。ねえ。10月、とうとう子育てにも余裕がなくなってきていました。あやちゃん、ここ落ちるわ。いや、そこ落ちるわ。ママの言うことを聞きません。ちゃんといつするよ、じゃあ、今。椅子やって、その子。じゃん。反抗も子供の成長の証。どんな親でも大変な時期ですが、今のママには受け止めきれません。最近も疲れて疲れてしゃあないんですよ。疲れるの？面倒見るのに。お金のこともいちいち考えなきゃダメだから、その自分の中でいっぱいいっぱいになってしまうみたいな。痛い、もう痛いな。ゆあちゃん、こら、ゆあ、なんダメ、ゆあちゃん、ダメダメ、もう大変すぎます。納涼せないさんです。もうやめてって、マジで、もう。痛いって、ゆあちゃん。いやー、ごめんなさいって言って。もう家で出すで、出かかることは旦那さんとかに話相談するの？しますね。うん、なんて言うのかな。なんか、なんか岩がかわいそうやろみたいな言うけど、こっちからしたらそう思うけど、うん、しんどいんですよね。で、うん、なんか。親とかに言ってもその頑張れ頑張れしか言わんから、
頑張らなきゃみたいなことさえ言わんから、実は頑張ってるのに、これになれないとあかんと分かってるけど、なれないんですよ、まだ。痛いな、ごめんな。痛かったね、やっちゃん。あれから1ヶ月、ママからすっかり笑顔が消えていました。家族と離れてぼんやり。身も心も限界に来ていました。いや、ママ欲しい。そんな中、この日はゆなちゃんの誕生日。ゆな、はい、ハッピーバースデーゆなちゃん。はいはい、ハッピーバースデーディアゆなちゃん。ハッピーバースデーツーユー。何歳ですか？2歳って。2歳。これからどうなっていくのか。え、ママに何を尋ねても答えてくれなくなっていました。ゆわ、今日は、ものすごく拒否反応。そうだよ、親支援って言ったら。ここは育児相談に乗ってくれる団体。メンバーの一人、辻由紀子さんは1年前からゆなちゃん一家の相談役です。19歳で出産、 DV を受け数年で離婚。自らの経験が今の活動につながっているそうです。向かってらっしゃるところっていうのは、まあ、もう親も子も笑顔で安心して暮らせる社会。もしもし。そんなインタビューをしていた時でした。携帯は持ってやる？つながる？まあ、どこほっつき歩いとんだか。なんと、ゆなちゃんパパから相談の電話でした。ママがいなくなったというのです。急遽辻さんがパパの元へ向かうことに。私たちも同行させてもらうことにしました。おはよう。おはよう。おはようさん。中には誰もいません。一体どこに。そっち行くわ。ほんじゃちょっと待ってて。パパとようやく合流できました。いても立ってもいられず、家を飛び出していたようです。辻さんは近所の老人ホームの休憩所を借り、パパの話を聞きます。もう離婚しようよ。え、離婚したお前どこ行くの？お前いいやん。いや、あんた出て行ってやって言われて、ちょっと待ってくれ。お前、俺はお前仕事もあるし、お前そんなもん家に飯食ってたら、お前も食っていかなかんの無理やろ、言って。ユアも連れて行っとったら、もう多分もう狂ってますわ。そらそよ。ママ見て、ママ。ママ見て、ママ。ママの居所に心当たりはないか。パパは知り合いに片っ端から連絡していました。あそこを左ずると言ったら仕組み切り合いしてる。辻さんも何度も連絡しますが、つながりません。パパが心配してめっちゃ走り回って探してるわ。考えて電話しといて、誰も怒ってへんし、みんな心配して探してるよ。じゃあね。こんな事態にもかかわらず、辻さんは笑顔を絶やしません。パパよしよししたい。パパかわいいですね。よかった。
場を和ませてもらえたことで、パパも少しずつ落ち着きを取り戻していました。パパ、ぎゅーは、パパ、ぎゅーして、はい、現金はないけども、ゆあが俺の財産で、ね、親らしく、まあ、自分を保って、あの子を大きく育てて。結局この日、足取りはつかめなかったものの、パパは少しだけ元気になったように見えました。辻さんが帰路に着いたのは夜の10時前。ちょっと良くなったかもとか、ちょっと息抜きできたかも、ちょっとだけ今日一日笑えたよねっていう、そのちょっとちょっと一日一日の少しずつの幸せの積み重ねがきっと人生を良くしていく。苦境を親だけで抱え込まないこと、シングルマザーのまなみさんはその大切さを実感していました。誰が毎週通っている子ども食堂、まなみさんはここを切り盛りする川辺さんに会うのが密かな楽しみ。手がほら仕事頑張ってる手になってるな。あ、取れないんですよ、ね、横とか。頑張ってるわってそういうところで思うわ。まああのお母さんではないですけど自分のお母さんみたいな感じで、しんどかった時にここに来たんで、その時は居場所がないっていうふうに思ってたんで、まあ家みたいにあったかいし居場所。まなみさんが働く工場も実は川辺さんが一緒になって探してくれたのです。まなみさんにとってここもまた大切な居場所になっていました。共に成長して共にまた幸せを掴み取りたいなと思ってます、はい、大好きですここの会社が。ある日、仕事帰りの子ども食堂、まなみさんは初任給でどうしてもしたいことがありました。かしこ。いいよ。何ですか？何？ドキドキするわ。保護のお金じゃなくて、うん、稼いだお金で買えるか。はい、いや、ありがとう。ありがとう。ありがとう。お世話になってくれてありがとう。なんで？お世話になってくれてありがとう。かわいいハンカチや。ちょっと大切にするわ。今すぐ使うわ。うわ、めっちゃ、いや、めっちゃ嬉しいわ。400円のハンカチ。居場所を作ってくれた川辺さんへ、精一杯の感謝の気持ちでした。伝わるんやなっていう、何もしてるわけではないけどそばにいてると伝わるんやなっていうのは、ね、ママがいなくなってから3週間、スタッフはゆなちゃんの家を訪ねました。こんにちは。はい、そこにママの姿が。知り合いの家を転々としていたところをパパが見つけ連れ戻したのです。ゆわゆわってメールなんか送ってきたんですよ、言ってるみたいな。あれを見た瞬間なんか泣きそうになりました。会いたかった、やっぱり、うん、めちゃくちゃ会いたかったです。やっぱ一番悲しかったのはゆわが可愛されたからね。深刻化する子どもの貧困問題、親の支えになることが子どもたちの幸せにつながります。子どもの笑顔を守るために私たちができる何かがあるはずです。